第39回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1986年6月1日から1987年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1987年9月20日にカリフォルニア州パサデナにある パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はブルース・ウィリスが務め、アメリカではホックスが生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月12日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、LL を7人の弁護士の13部門で、ゴールデンガールズとセントエルスウェアが10部門と続いた。主要部門の最多受賞は、 プロミスの5部門で、LL を7人の弁護士が4部門、ゴールデンガールズが3部門と続いた。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、括弧は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの後継で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は含まない。数字は、主要部門からの後継で、 プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。